今回は、流浪に献身明治剣客ローマン探京都動乱第28話に対するリアルタイムの視聴者の反応を紹介していきます。ほんじゃ今週は珍しくガチの定時じゃん。行くぜ。ルロ剣見るぞ。前回のあらすじ。新月村の続きでござった。剣心が気になって追いかけてきた斎藤さん優しいっすね。酒場等でもすげえ痛そう。鉄の棒で殴られたら普通死にます。後ろから口に出るまでぐさっとされるなら、まだ酒場等でぶん殴られる方がマシだろな。それはこっちのセリフだ。斎藤もこんなところで剣心と出会うとは思わんかっただろ。来ちゃった。斎藤さん、ほんのりストーカーじゃん。藤田五郎って呼んでやれよ誰か。警察仕事してたわ。すごい自然な流れで斎藤がパーティーに加わってるのウケる。あ。斎藤の部下ってあのお兄さんだったのか。三島二木。そういうことだぞ。たぬき狐イタチ、ニュー。イタチ娘。イタチ娘来たー。イタチ娘、どうなが短足だって言いたいんですか。やっぱりこのギャグ描写あってこそのルロ剣だよな。弔うでござる。村人たちから拒絶。クソ村人を。今の状況でも殺されるよりはマシか、腐ってますな。まあこの人たちどう見ても戦闘能力高くないしな。ひそひそ。排他的である。昔は今と違って気楽に遠くへ引っ越しはできなかったからな。下ろした。お前あの死体下ろしたんか。ちゃんと下ろしてあげる。剣心のそういうとこめっちゃ好き。斎藤の触覚邪魔じゃない？とどうしても思ってしまう。垂らした部分の前髪だけせっせと伸ばしていると思ったら斎藤はじめがなんか可愛い。人殺しじゃないよ人斬りだよ。もうこういうのって、洗脳に近いよね。こういう極限状態になると思考もおかしくなるから、支配に抵抗して殺されるよりも抵抗さえしなければ、生きながら得ることができるって理由で標準の道を選ぶこと自体不思議じゃないんだよな。西南戦争からまだ半年だった。まだ半年なのか。綺麗に身長順に並んでるな。大久保さん、暗殺されちゃったからな。おとといの相棒でもフグ刺しにされてた大久保卿だー。人斬りと新選組。斎藤は剣心と一緒に獅子を撃つために来た。戦力外通告。剣心の言うことは聞く。英二君の怨念はいつ晴れるんや。風呂、男。湯気が濃い。半年ぶり？ CCO も風呂キャンセル税かよ。包帯ないとこなんの犯人みたいなのな獅子を。にっこり。ただし、こいつが許すかな？的な何かかと。セタ、笑顔で怖いのよ。目が開いたぞ。総次郎お目目綺麗だなぁ。かっけえなおい。京都編が一つ入こっからかな。このディスコみたいな演出いつ見ても草生える。この穏やかさが怖すぎる。ゴゴ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 。尖閣絶対に殺すマンになってしまった。両親と兄殺されたら復讐に取り憑かれるのも仕方ない。たまに最近のは月先生がやる筆タッチみたいになるのかっこいいね。演出が延々みたいだった笑い。名前ばっかりで姿が出てこない尖閣とは。間もなく尖閣さん出てきます。そういや尖閣って原作と旧アニで結末違うんだったな。今回どうなるんだろ。それにしてもイタチ娘で何分か笑ってる。徒歩で来た。この声、声オタ。よく一回しか聞いてない声なんて覚えてるね。起きた掃除劇に。掃除郎は武器持ってなくても強そう。剣心は丸腰の相手を攻撃することはないだろうという信頼感はあるな。斎藤さんも案内されるのね。ついに対面。思ったより早く退治するんだな。いい演出だ。村の外に比べて、随分立派な屋敷ですね。見透かされてるなぁ。剣心は基本正面から堂々とやるからな。不意打ちは汚くはないだろ。できらぁ。もう家族全員亡くなったから怖いものなしか。少年がこういうことを言う時代やっぱつれは。もし、じゃないんだよなぁ。殺されてマフ。ミサオちゃん。ピキピキ。生意気クソガキ同士。多分ミサオちゃんが強いと思う。クソみたいな動機いい。温泉は大事だね。貸し切りとかお金かかるもんね。正規の料金を払って貸し切りにしろ。ムキー。乗るな、剣心、戻れ。冗談で草 CCO がそれで村を滅ぼしたら笑える。温泉目的が大きそう。レスバ下手剣心。レスバ担当の斎藤。ここは斎藤に任せる方がいいよな。ほう？弓さんが時代を超えていろい。斎藤高速で東京京都を往復してない？斎藤さんより最下のラスボスらしい。
天下統一は男の夢。CCO 生まれる時代間違えてる感あるんだよな。戦国時代に生まれていれば。なんか、確かにって思っちゃう妙な説得力があるんよな、獅子王。どうやって平民を強くするんだい、粛清かい。獅子王様民衆の教育とかまるで考えないから国強くならなそう。獅子王や謙信が後の時代の世界大戦や太平洋戦争を知ったらどう思うんだろう。そんな国はごめんだね。侍の世が忘れられないってことよね。はにゃ？上からじゃなく下からだったわ。尖閣来たー。なんだそのドリル兜。なんか頭についとる。でかすぎんだろ、パート2だ。でかいけどテニプリの方がでかい。昨日、テニプリを見てしまったばかりにでかさがかすむなんてことある？原作よりも装備が豪華になってる尖閣。三角、登場にドリル音が追加されてて笑う。このアニメ、ちょいちょいびっくり人間出てくるの笑っちゃう。急にギャグにするな。実写版にいなかった人。尖閣戦好きだったな。お。今の謙信は獅子王より尖閣に怒ってるからな。わざわざ数えてる時点でうんぬん。フルアーマー尖閣クソワロタ。そこだそこだ。はっや。こんな図体で随分素早いな。前振りが濃すぎて逆に楽しい。でかくて速いってのは脅威なんだけどね。尖閣って、こんな兜かぶってたか？あの尖閣が固有技を。謙信はい。兜で飛んできた。ロケット戦士。そんな技あった？頭突きじゃねえか。エドモンド・ホンダ。人間ドリル、払いてえ。戦い方面白すぎる。なんだこれ。スローすぎてあくびが出るぜ。真面目に描写するほど面白いな尖閣。謙信を観察してる獅子王。さすが獅子王様。足折れたー。膝いったー。ペクチ、膝が折れる音。痛いー。いたたたたたたた。痛そうでござる。バカかな？見かけだけのクソザコかませで笑う。脳筋でした。さすが謙信。雷獣タワレイ人です。斉藤さんドヤ顔で皮肉決めてるの面白い。ここの総次郎、謙信の戦略に全く気づいてないのめちゃくちゃおもろくて好き。尖閣戦こんなに面白かったっけ？嘘嘘。急に小物になったな。お手本のような小物感。嘘、嘘で収まるわけないやろ。期待されてなかった。ぬん。オリジナル技で尖閣の出番持ってる。嫌だからなんなのこのロケットみたいな技。超ってついただけやん。スポンという音に毎回笑う。ガハー。酒場でも痛い。天井高いねー。中身はコーンヘッドだった。頭も同じ形してたわ。兜割れたら頭出てきた。落ち。謙信かっこよう。優勝戦、技決まって終わるのいいね。飛天御剣流強すぎやろ小屋勝てんは。尖閣の頭の形が現実的じゃないから兜で造形したのかと思ったら中身しっかり入ってた。頭キラキラなんなの。やっぱり尖閣はとんがり頭だよね。尖閣の頭笑うわ、兜割れたと思ったら全く同じ形じゃねえか。なんであれ見て誰も笑わないの。もしかしたら獅子王誠の仕込みネタだった可能性も。どうなることかと思ったけど尖閣がちゃんとコーンヘッドでよかった。原作者が書けなかった串刺し頭突きが出てきてよかった。あと尖閣の尖閣がどうしようもないくらい尖閣しててよかった。なるほど今のをやりたかったんだな。謎の納得。そういえば尖閣、なんで技出すとたまにスポンってビール瓶の栓抜いたみたいな音してたんだろ。尖閣さん、あんた面白すぎだぜ。平成版では、よかったな、100人目はめでたく自分でしまいだな、と結構煽りが強かったな。尖閣が立派に中ボスだったな。この最後まで技は見せまいとしてたのに尖閣の武士道を組んであえて技を放つ謙信の武士としての生き様。技見せてくれるんだよな、謙信。絶対に目の前で人を殺させない。謙信に技を一つも出させずに負けたら殺すと言われた途端に技を見せてあげる謙信優しすぎるんだよな。阿武隈四入道に続き、尖閣も旧アニメに比べて活躍シーンがぐんと増しているのいいね。しかも和月先生が思い描きながらも原作では出せなかった技が、新アニメで披露されたのね。スタッフの原作愛を感じる。前シーズンから思ってるけど、令和の謙信もマジでいいよな。尖閣ファンに対する素晴らしいアンサー回でした。ありがとうございます。キツネとタヌキとイタチ、昔話ですか。言えて妙だか的を射ている。しかしおとなしい女子が一人もおらぬ。さて思ったより早い獅子王との開口。前哨戦は見るからにモブな尖閣。もちろんノット10本刀。謙信の戦い、
斉藤が得意げに総次郎に話してるのが面白い。一応、娘だとは認識できてるのね斉藤さん。そうだ京都行こう。再び。いよいよ獅子王登場さすがに大物感ありますね。尖閣も登場しましたが、尖閣は見た目にしろ戦闘スタイルにしろカマセイヌ感が強すぎて謙信が負ける未来が全く見えなかった。さて、前座の尖閣を倒して獅子王との戦いになるのか？いや、次回予告的に逃げられそうだけど。じゃあ京都編だしそろそろ京都行くでござるか。原作で尖閣のドリル頭突きをかけなくて残念だったと冗談かどうか微妙な LINE のコメントをしてたがマジだったか。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。